優れたクラフトマンのことを匠と呼ぶんですよ。でその匠が匠の技を駆使して作ったものとして日本刀というものがあるんですよね。刀もね、侍が持ったらこれは使える道具かどうか分かるんだと思うんですよね。ドライバーとして車にも高い要求を求めてくる。いいものを作ることが自分の夢でないといかんと思うし、本当にやりきって妥協せずやりきったかという自信を持たなきゃいけない。しかし満足するんではなくて、もっとすごいものがないかどうか、そしてできたものを見れば大事に大事にしたくなる美がある。